どうして財務省そこまで本当に私たちにもっとお金出せるのに出そうとしないのって、こんなことやれるってバレたらくれくれになるだろうって、そういうこと考えてるんです。ちょっと待ってよ、なんだその扱い、くれくれじゃないだろうって。今この国が25年のデフレから脱却できないという状況と、そこに加えてコロナまで来てるっていうところに対して、人々救うために社会壊さないようにお金出してよ。当たり前やん、そんな。それができないのに国家がある値打ちなんてないよ。できるんだもん、だって。これを動かせるのは誰って考えたら、この国の最高権力者にお願いするしかない。進めるためには、この国の最高権力者にこれを認めていただき、前に進めるように命令していただかなきゃダメなんです。最高権力者は誰か？有権者のあなたなんですよ。この国のオーナーはこの国に生きる人々なんですよ。その人々が 50% 以上選挙の時に票を捨ててしまえば、当然みんなのための政治なんて行われるはずがない。逆に言ったら、あなたのケツの毛まで抜いて一部の人だけに利益が流れるような仕組みをずっと作り続けてきたから、この国弱り続けてるんでしょ。周辺国との安全保障問題どころか、国内の安全保障がズタズタになってんですよ。あなたには力がある。その力を集めて何とかしたいと思っています。コロナが来たから苦しいんじゃないよ。コロナが来る前からこの国壊れてたんだよ。そこにコロナまで来たんだから、政治家それ分かってるかな。このコロナ禍におきまして、皆さんが大変ご苦労されていることはよく存じ上げております。一日でも早くこのコロナをですね、収束させるようなことを私たち何とかやっていきたいと考えております。そういう話じゃないんだよ。コロナの前から大変だったってことをひっくるめた上で大胆にやってもらわなきゃ困んだよって、そういう話なんですね。それをやりたいんですよ。見たけ苦しい状況、何か努力しなかったからでしょ。違いますよ。そんな人たちこんなにいると思う？構造上の問題、何十年にもわたって労働環境を破壊されて、安い労働の道具として人々を使ってきた。その利益を企業側だけが自分たちが溜め込んできた。企業が溜め込んだ金どこに行くかって、全部株主に吸い上げられるんですよ。株主至上主義。そんな世界が肥大していった結果どうなったかって、一部の人間だけ儲かって、それ以外はどんどん貧しくなっていくってことがこの国でリアルになった。私が伝えた話に関して、皆さんがもう一度どこかのタイミングで調べていただいて、あ、できるんだなってことをあなたの中で答えが導き出されたときには、私たちに力貸してほしい。徹底的にやるぞ。議員になりたいわけじゃないよって、なんとかしたいんだよこの状況。そのためにここに立ってるし、そのために目指してるものがあるんだっていう人間に力貸してほしいんですよ。選挙もうどうでもいい、政治になんて期待しない、そういう気持ちを持つのはよくわかる。捨てるの、それ捨てるの、その票だったらかけてみてよって話なんですよ。これかけてみることによって何が起こるかって、与党にも野党にもぬるぬるのぬるま湯の中にいる人間たちに対してむちゃくちゃ脅威なんですよ。ここまで尖った経済政策でできるのになぜやらないってことを言い続けてる人たちいないから。市民一人一人の力が集まって政党になったのは私たちだけなんですよ。